K-WAY おそ松ステーション。ラジオお聞きの皆さん、そして舞浜アンフィシアターにお祭りの皆さん、シェアナビゲーターのエアミ担当シェアユー鈴村健一です。さあ今目の前には約5万人の方がこの舞浜アンフィシアターにお集まりということでございます。よろしくお願いします。今回の配信日3月21日ですが、収録日は3月13日日曜日となっております。本日ここ舞浜アンフィシアターの公開収録の模様をお届けします。さていつものようにオフランスの話題からこんなメールが届いています。ペンネーム麻生さん、どうもありがとう。麻生さん来てますか？今日広くてわからないですね。5万人いますからね。あ、いる、手を振ってる人ありますね。麻生さん熊本の方ですか？違う、麻生ですか。麻生さんどうも。鈴村さんこんにちは。こんにちは。シェイウェブ毎回楽しく聞かせてもらってます。ところで元気ですかという言葉、フランス語にするとサワというそうです。須村さんご存知ですか？私当然フランスに、本当にもう心奪われてますから、サワ元気当然知ってますけど、最近気になっているのはあのサワばっかり出す居酒屋サワーが気になっています。最近浜松町にオープンすることも決まったそうで、今度サワのしゃぶしゃぶを食べに行きたいと思っています。以上です。さてお待たせしました、 CM11 年目のゲストの方ご紹介いたしましょう。今回のゲストはこの方です。どうぞ。ラジオを聴きの皆さん、ライブビューイング会場のお待ちの皆さん、シェイシェイアニメおそ松さん、市松さんとシェイユー深山ちゃんです。どうぞよろしく。このテンションに市松の不安感じたでしょ？感じたでしょ。さあということで福山さん今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんとですね、福山さんが来てくれたおかげで、全松がこの番組ついに登場したということになりました。どうもやってしまいましたね。お待たせいたしました。いや、よかったです。さあそんな福山さん交えて、今から特に意味のないメールを読みたいと思います。ペンネームなおさんです。どうもありがとう。鈴村さん、ゲストの福山さん、シェイシェイ。福山さんがゲストということでとても楽しみにしていました。私は京都のライブビューイングで拝見してます。お元気ですか？どうすえ？どうすえ？豆腐が美味しいですよね。さて、もうすぐホワイトデーですが、お二人はホワイトデーにまつわるエピソードなどあれば教えてほしいです。ではこれからもおそ松さん応援しておりますということで、ホワイトデーの思い出何か福山さんありますか？ホワイトデーはもらわないと意味のない日ですね。もらわないと、もらうんですか？あの13日、14日、そうです、14日ですよね。14日です。その1ヶ月前にもらっていないと何もすることがない。確かにね、私もそう思います。なのでぜひともいただかないと何ともしがない。なるほど、確かに。でもかといってね、最近はですよ、14日に若い男子なんかは、チョコラでなんか配ったりするらしいですよ。おの子がですか？もらってもないのにですよ。恥ずかしくないですかね？とんだマスラオですね。本当ですよね。恐ろしい話ですね。はい。我々には全く関係のない話でした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ではそろそろ矢見さんと市松さんにバトンタッチしたタイトルコールお願いしたいと思います。それではおそ松さんラジオ始まるさんっすよ。アンドゥトゥロワシェイシェイシェイウェブおそ松ステーション。この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りするザンス。ということでですね、今日はこのタッチでお送りします。はい。何分私はあのような喋りでございますから多少不自由です。不自由です。ですけど大いに笑ってください。いや普通いつもねこのタッチでずっとやってきたの。で、あの第1回目はこの調子でやったもんだから、もう変えられなくなって、このままやってるんですけど、途中で音を上げるとみんなが思ってたらしく、スタッフも含めね、一回も音を上げてなくて、このままやってきた結果、高録のことはさすがに計算外でした。人前でやるのちょっと恥ずかしいですよ。ただちょっとまんざらでもない部分もあるでしょ。確かにそうなのよ。あのね、長く続けてきたから、楽になってきたもん。
なんでしょうね、この僕普段こうやってね、あの早口でテンション高く喋っちゃうんですけど、うん、なんかこうやってどうも皆さんこんにちは、いや、なんかやると楽しくなっちゃう。なるよね。なりますなりますね。だから FM ってああやって喋ってるんだと、いうのが分かってきた。だもうクリス・ペプラさんすげえなって、思ってる。いや本当にもう、うん、なんかあのテンションで毎日毎日大変だなと思ったんですけど、うん、やると楽しい。楽しいんですよね、はい、なんで今日も精一杯楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。183 J-Wave。 おたまさん。はい、こちらは普通のお便りをご紹介するコーナー、略したおたまさんです。今回はテレビアニメおそ松さんの第22話までの感想をご紹介していきます。はい、お願いします。まずはペンネームモーさんからいただいております。モーさんさん、いらっしゃっているでしょうか。いるかな。いたら元気よく手を挙げてみてください。私がこれで調べたいと思います。双眼鏡です。日本野鳥の会の方から書いてきています。モーさんさん、どこかな。恥ずかしがらないで。どうやらいないようですね。はい、さっき挙げてたあなたはモーさんでもサバさんでもあるわけですね。あなたどっちなんですか。どっちでもないでしょ。なんであなたに僕はサバさんだと思って話、サバさんじゃないな、アソさんだと思って話しかけて。あ、今いらっしゃった方もいるということでね。ゆっくりで結構出ます。足元に大きい方、はいはいはい、ではモーさんさんのメール読ませていただきます。はい、お願いします。須村さん、福山さん、シェーシェー。アニメ21話、麻雀、ジャンソーで働いている私にとってすごく楽しみにしていた通りで大興奮しました。すごいですね。いきなり、通用語が出てきたので、分かる方いるのかこれと思いましたが、これで麻雀の楽しさを知ってくれたら嬉しいなと思う回でした。私的に気になったのは、福山さん、中村さんは麻雀をご存知なのは知っていたのですが、今回の麻雀界のキャストの中で話題になったのですかということで、もう本当にね、みんなをね全く寄せ付けない麻雀界、はい、あの時ねツイッターかなんか見たんですけど、僕もたまたま、意味がわからんと参見しましたけどね、これ大成功でしたね。いや、そうでしょうね、福山さんも大好きですからね。いや、僕はね麻雀は本当にね、頭脳スポーツなりコミュニケーションとしても宇宙クラスに面白いものだと思う。そうですね、確かに麻雀は僕も面白い遊びだなと思います。どうでした、やってみて麻雀。いや、ただですね、私はその麻雀用語とこ的なものを、あまり市松としては言ってなかったので。あ、なるほど。ただ僕はすごいなと思ったのが、こちらでね、モーさんは若干ちょっと勘違いなさっているんですが、はいはいはい、あの一番あの喋っていたカラマツ、あれ完璧でございました。麻雀2ならばのテンポだったんですが、中村麻雀全く分かりません。そうでしょうね、彼知らないですよね麻雀のこと。全く知らないんですけど、あの声ならではの説得力はずるいなと思いましたね。あ、そうですよね、なんか整理させちゃう感じ、ね、はい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 、でも松の中でも、はい、麻雀をやってる人って少ないんじゃないですか、うん、そうですね、多分ずっと僕もそんなしょっちゅうではないですけど、うん、2ヶ月に1遍ぐらいって、まあ、多い時では月1ぐらいで、その長時間ですけど、はいはい、なんか時間見つけて打てる時には打つぐらいな感じをもう何年も続けてはいる。あ、そうですか、なので、おそらく松の中で打っていたことがあるのは僕と神谷さんだけですね。あ、神谷さんも麻雀やるんですね。最近は多分やられてないと思うんですが、僕デビューしたばっかぐらいの頃、神谷さんと何度か打ったことあります。あ、そうですか、はい、僕も昔は打ってたんですけど、考えてみれば福山さんと打ったことはないです。そうですね、どういうタイプですか。どういうタイプ、打ち筋が。私、あ、なるほど、私が最近手の打ちつらしますと、はい、よく喋ります、よく喋ります。あ、そうでしょうね、よく喋り、そしてテンポよくやっていくんですが、はい、でかい手を張ると黙ります。なるほど、福山さん、はい、なんと全く同じタイプです。噛み合いますね。好きな麻雀用語なんてありますか。ああ、そうですか、僕はですね、あのね、チョンボです。あ、チョンボですね、僕が好きな言葉ですね、カンチャンズっぽしです。ああ、いいですね、いいですね。以上です、以上です。さあ、続いて第22話の感想にいきたいと思います、はい、第22話、ペンネーム中学28年生さん、はいはい、そろそろ卒業してほしいですね。うん、須村さん、ゲストの福山さん、シェーシェ ー、第22話見ました。ファイナルシェーがかっこよすぎでした。
最後の決め技、実に16秒もシェーと叫び続ける鈴村さんに感服いたしました。おそらく今までの収録でもベスト級にきつかったと思います。福山さんはおそ松さんの収録で一番きつかったセリフありますか、ということで、ファイナルシェーの回ですけどね、あれはもう本当にイヤミーがお当番会になると体力を極限まで使いますよね。そうなんですよね、あのよくねイヤミーをやるときは、あの喉が大変なんじゃないですかって言われるんですけど、喉よりですね本当に体中が痛くなる、しっかりこう支えない、あのテンションで喋れないんで、もう筋肉痛になっちゃうんですよ、ファイナルシェアもなかなかのもんでしたね、あのどこまでやってもボールドが消えないという、そうなんですよ、あれは本当に、で、あの、ああいうね、長いね、まあ、ボールドって何なのかって言うと、あの、アニメで言うと、口パクのことなんですけど、口パクの絵ができてないときは、名前を書いたボードが出るんです。僕であれば、イヤミっていうの。で、それがついてる間は、キャラクターが喋ってますよという合図なんですが、これが、いつまで経っても消えないんですよ。イヤミ、ずーっと出てる。で、あれね、カットをまたいでも、ずっと出てるじゃないですか。ああなるとですよ、福山さんも多分同じタイプだと思うんですけど、途中で息継ぎしたら負けだと思いませんか、あのそれはですね死を意味しますね。そうですよね、でも負けたくないんですよ、なので16秒叫びましたけどね、はい、16秒って普通にノンブレスで喋ることも大変ですからね。大変ですよね、ということでね、鈴村さんに拍手どうもありがとうございます、こういう時はしっかり褒めていただきたいという、41歳の僕もそろそろ褒めてもらいたい、そうですよ、後役ですからね、どうもありがとうございます、福山さんね、一つ早めに言っておきたいんですが、僕だけでもそろそろこのテンションやめていいですか。ああ、わかりました、福山さん普通におしゃべりいただいても構いません。私は意地でもこのテンションでしゃべります。僕はね自ら死を選びます。わかりました。いやしかし福山さん、あのこのファイナルシェイがねモチーフになったもの、これあのいわゆるあれですね、ジャッキーチェーンとか、あの世代の格闘ものだったと思うんですけど、そうですね、あの思い出深くありませんでしたか、やっぱりですね、あの木人剣あたりのところはですね、やっぱテンション上がりましたね。上がりましたね、木人剣、さあ分かる人いますか、手挙げてみてください。はい、アンフィシアターに今ね大体5万人いるんですけどね、15人ぐらいでしょうか、木人剣が分かっているのは、すごいことですね、数多くの作品に木人剣オマージュはいっぱいありますから、ありますけどね、なんですけど不思議ですね、木人剣誰も知らなくておそ松さんにも出てくるというのに知らない、知らないのにおそ松さんは大人気、謎ですねこれね、これもしかすると本家の木人剣見た時にパクリじゃねえかと思う可能性、思う可能性ありますよ、そちらが本家です。そうですよ、六つ子に個性がないのが本家ですからね、はい、まあ、あのここの質問にもありました、おそ松さんの収録で一番きつかったセリフ、福山さん何かありますか。私イヤミと逆でしてね、あの、はい、イヤミは体中が痛くなるじゃないですか。あ、そうですね、あの一松をやるときに僕は勝手に頼まれもしないのに、自分に課した足かせがあるんです、はいはい、腹から声を出さないという。なるほどね、確かに、それをやったせいで、結構一松は振り幅がでかくなってしまったので、はいはいはい、その時にもう腹から声は出さずやってやろうと思うとですね、はいはい、一番きついんですね。そうでしょうね、要はその腹で喋らないっていう、こう、普段のボソボソというテンションからテンション上げた時に喉に来ちゃいますよね。来ますね、腹で支えてね、僕も嫌味やる時もお腹でグッと支えて声が枯れないように発声してるんですけど、そうじゃない発声、そうです、声優としてはもう非常にタブーの発声をしてるんですね。そうですね、まず新人かって言われる口ですね。そうですね、腹から声出せってね、ディレクターに怒られる方なんですから、それをこのキャリアになってあえてやった、あえて喉でやりましたね。確かにね、なので一番きつかったのはスクール松です。あれはきついでしょう、あれ登場がもう、あのあれでしたから。いや、あれは僕後ろで見てましたけど大爆笑です、ね、どうやったらあんな声が出るんでしょうと思いましたね、まあ、そんな中ですね、福山さん宛てのお便りというのも紹介しました、はい、あ、お願いします。ペンネームつけてくださいさん、あ、福山さん記念につけて差し上げてもらってもいいですか、ペンネーム。わかりました、あ、ペンネームをですね、はい、なんて名前でもいいんですけど、あ、そうですね、わかりました、源五郎ですね。源五郎さんですね、はい、源五郎さん女性28歳の方です鈴村さん、福山さん、シェーシェー、毎回シェーウェブ楽しく配置をしております、公開録音も幸運にも当選し、お二人に会いに行くのがとても楽しみです。源五郎さんどこにいらっしゃいますか。源五郎さん
元五郎さん。元五郎さん。恥ずかしがらず。元五郎、いますか、はい、元五郎ってあの、水生生物ですけどね。そうですよ。水に潜り続けると死ぬことでおなじみです。元五郎さん。はい。元五郎さん、いるかな、あの、土地によっては唐揚げにして食べるそうです。そうですよ、ちょっと大きめですからね。はい。いませんね。いませんね。元五郎だからですかね。じゃあ、フランソワーズにすれば揚げてくれますかね。揚げてくれるんでしょうかね。フランソワーズさん。フランソワーズさん。コマンタレブ。コマンタレブ。うん、石原さとみさん。石原さとみさん。いない。いない。あ、じゃあ、元五郎のままです。はい。元五郎さんということでね、さて以前放送されたスクール松田の一松のあの何を言っているかわからない言語についてなんですが、はい、小野大輔さんがゲストにいらっしゃった際にあの言語には福山さんなりの法則があったとおっしゃっていたのですが、その法則よかったら教えていただけませんかということで、先ほど話題になりましたスクール松ね、はいはい、まあ、あのどっから出してんだっていう声で出てきた結果、はい、本当何言ってんだって、はい、でも時々日本語っぽいものが聞こえてくるって、はい、あれはやはり法則があったんですよね。法則が実はあったんです、あれ実はちゃんと掛け合いになってるんですね。そうなんですよね、なので解読さえしてしまえば、あのお粗末たちが、あざすってやってる、そうですとか言ってるのがつながってるんですよ、実は。あ、じゃあちゃんと理解してるように、はい、お粗末たちが答えてるようにもう聞こえなくはないぐらいの、聞こえなく、やってる僕だけはちゃんと会話が成立してるという。なるほど、そうなんです。それはでもお芝居師としては大事ですよね。大事ですね。やっぱりこう意味のない言葉を発するというのは難しいですからね、ちなみにあの時台本に書いてあった僕のセリフには、丸、パーセント、三角、ひし形、バツって書いてました。そうでしたね、あれは本当に僕ももし自分であの役台本渡されたら本当に何考えてんだって怒りたいと思うんですよね、そうですね。それで次回予告読んだ時も同じように書いてあって、何を考えてんだと思いますよね。はい。でもそこは自分なりに解釈して。そうですね。これ法則ってのはなんかこうちょっとだけヒントをもらうことは可能なんですか？ですね。これはもう、あの、よくよくわかりやすく、シンプルな暗号解読ですね。ああ、そうですか。ごくごくシンプルなやつです。なるほど。はい。それをですね、リスニングして、メモして、紐解いていけばちょっとわかります。あ、なるほど、はい、これぜひね、ブルーレイ DVD が出た際には、はい、ゆっくりと、はい、そのあたりチェックしていただきたいです ね、 そうですね、皆さんにね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、続いてのメールいきましょう、ペンネームブーちゃんさん、どうもありがとうございます。須村さん、福山さん、シェーシェー、おそ松さん、毎回楽しく見させていただいております。特に大好きなのが第2末に収録されている、うん、エスパーニャンコの回なのですが、もし人の気持ちが分かるようになったら誰の気持ちを知りたいですか、うん、一番腹黒い声優さんは誰だと思いますか。 PS 嫁と一緒に本日のイベントも列の最後尾で参加させていただいて、これは最後尾にいるって分かりましたからね、最後尾に参加させていただいております。数は少ないかもしれませんが、男性ファンに一言お願いします。最後尾見てみましょう。いますか、ブーちゃんさん、どこにいますか。いますか。あそこにいる。あの、いろんな人に指を刺されておりますね、ブーちゃんさん。あー、いますね。あー、いらっしゃいましたね。あー、手振ってます、あー、いらっしゃいました。はい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 、はい、よくぞ来た、よくぞ来た、うん、よく来たよ、うん、嫁がいるんだな。嫁がいるんだ、このリア充名と、ここにいる何人かが思っています。そんな後ろ指にも負けずに、うん、今日帰りにディズニーシーにでも行ってください。頑張って頑張って、うん、さあということでね、はいはい、質問に行きましょう、はい、誰の気持ちを知りたいのか、まあ、一番腹黒いであろう声優さんを今ここで少し二人で考えていこう、まず腹黒いかどうかを置いといて、今現在何を考えているのか知りたいなと思う声優が二人います。ああ、誰ですか。あの、おそ松のファミリーで言うならまず一人は遠藤綾。ああ確かに、確かに彼女はね、本当に面白い人ですからね、はい、そしてあのよどみのないセリフに、はい、一体何を考えているのかが知りたい。知りたいですね、あのやっぱり、ね、女性ですから、うん、やっぱり女性なら一回こうちょっとうっとなんか、うん、いわゆる引っかかりがありそうなセリフもいっぱいね、おそ松の世界では出てきますけど、全く躊躇しませんからね。そうですね、いろいろとこう下ネタからこうセクハラ発言に近いものを神谷さんに振られても即答しますからね、そうですね、でも本人はなんか前その話をしたら、慣れてきたおかげだって言ってました、ね、だからあの神谷博士あたりにかなり育てられた、なるほど、まあ、あの言葉を選ばず言えば上京されてしまったという、まあ、その段階で多分もうあの花から仕上がってたんですね、そういうことですね、お粗末にこう、ね、入ってくる時にはもう出来上がっていたということなんでしょう、ちなみにもう一人いる、もう一人はですね、僕らの声業界の宇宙と言っても過言じゃないでしょう、斉藤桃子ですね。なるほどね、
確かに、はい、いやもう悪空間相撲ですよね。そうですね、何引っ張ってくるか分かんないですから、ね、いろんな声優の方々の異次元サポを見てきましたが、はい、彼女が最強です。そうですね、はい、今日夜来ます、頑張ってください。すごい人ですからね。なるほどね、わかりました。もう一ついきましょうか、はい、こちらはペンネームなおさんです。どうもありがとう。ありがとうございます、京都のライブビューイングで参加します。京都率多いですね。噂によると京都はですね、はい、女性の平均カップ数がいいだそうです、それはいい話ですね。そうですね、なおさんいいカップですか。どうすね、福山さん、全身最近真っ黒なのはなぜですか。奇抜なものや古着などおしゃれに着ているイメージがあったんですが、最近の写真や映像等では全部真っ黒で、はい、私も奇抜な服装をする福山さんの服装をとても好きだったんですが、最近真っ黒で寂しいです、はい、それしか服がないのかととても心配です、はい、今日は真っ黒でないことを祈りますということで完全に真っ黒で、真っ黒、はい、僕も長らくもう十数年声優業界の下田景樹として頑張ってきたんですけど、ただやっぱりいろいろと原点回帰じゃないですけれど、はいはい、僕は服を男ギアと呼んでまして、自分を鎧うことを信条としていたんですが、なるほど、はい、今鎧防御力はいらないだろうと、あ、そうですか、さらけ出していこうということで黒を選んでおります。なるほどね、まあ、平たく言えば面倒くさくなったそういうことですか。なんかでも最近ね流行ってるみたいですね、モノトーンが ね、やっぱりあれはですね、制服というものがやっぱり仕事上ではいいなとは思うんですよ。やっぱり仕事に集中したいわけですから、衣服っていうのはあんまり気をつかなくていいのかな。そうですか。だからその中でも見切れにしたいなというところで、まあ、モノトーンを選んでいるというところです、ね、なるほどね、僕はよどみなく噛んでなく言ってるので嘘です真意は分かりませんが、これからの福山潤さんの服装に期待してください、はい、よろしくお願いします。はい、さてそろそろお時間となりました、はい、テレビアニメおそ松さん第24話は更新日の本日3月21日特別編成のため、テレビ東京テレビ大阪では深夜1時55分から、テレビ愛しては深夜3時25分からオンエアとなっております。24話はですね、はい、まあ本当に深くはここでお話できないんですけど、ええ、まあ、いよいよね25話が最終回ということで、そういうことなんですよね。それに向かっていくための布石としての話ですね、これは、ね、そうですね、非常に大きな局面を迎える24話と言ってもいいでしょう、はい、もう本当に皆さんにネタバレない範囲で最大限お伝えするなら、あれがああなってああなります。そうですね、そのあたりぜひね今日チェックしていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。以上お便りをご紹介するコーナー、おたまつさんでした。投稿お待ちしています。 J-WAVE おそ松ステーション、ひょっとして猫飼ってない。おそ松さんも、おそ松さんもはい、こちらはテレビアニメおそ松さん関連のお知らせをご紹介するコーナー、略しておし松さんです。まずは放送センターの鈴村さん。はい、こちら鈴村でございます。放送情報をお伝えします。先ほどもお伝えしましたが、配信日の本日3月21日は、テレビ東京テレビ大阪では深夜1時55分から、テレビ愛知では深夜3時25分からの放送となりますので、ご注意ください。全局20分押しとなっております。またですね、 BS ジャパンでは毎週土曜深夜0時から、 ATX では毎週火曜深夜0時30分からとなります。なお放送時間は予告なく変更になる場合ございますので、ご注意ください。そして3月28日の放送第25話でいよいよおそ松さん最終回でございます。最後までお見逃しなくとのことです。以上、放送センターの鈴村でした。スタジオにお戻りします。はい、鈴村さんどうもありがとうございました。続いて情報センターの福山さん。はい、こちら、情報センター向こう正面の福山です。パッケージ情報をお伝えします。アニメおそ松さんブルーレイ &DVD 第1末第2末が発売中。第3末はいよいよ3月25日に発売です。予約特典など詳細はおそ松さん公式ホームページを参照してくださいとのことです。以上、情報センターより福山潤がお伝えしました。福山さんどうもありがとうございます。おっと、ここだ、追加情報です。同じく情報センターの鈴村さん。はい、鈴村でございます。CD 情報をお伝えします。おそ松さん第2クールオープニングテーマ AOP が歌う全力パタンキューとエンディングテーマ6シェイムフェイセス今夜も最高が発売中でございます。さらにドラマ CD 情報です。おそ松さんドラマツ CD シリーズ第2弾チョロ松&ジュウシ松
バーはいよいよ3月23日発売です。詳しいことは公式サイトをチェックしてください。以上、情報センターよりつづむらがお伝えしました。つづむさん、どうもありがとうございました。もっとさらにここで会場限定の情報が届いたようでございます。アンフィシアターのつづむらさん。はい、こちらつづむらでございます。会場のグッズ情報をね、お伝えしますよ。まずはこちらです。シーウェーブおさまつステーション、ジミたちと一緒にシェーダンスパンフレット、オールカラー18ページに加えまして、特典はスペシャル CD 付き新録 CD シェーウェーブおさまつステーション特別編。収録時間は約20分。リスナーさんのお便りと一緒に鈴村圭一氏の軽妙なトークが聞けちゃいます。あなたのお便りが採用されてるかもしれませんよ。またパンフレットでは第0回から第8回までの名場面を抜粋。ゲストは桜井孝宏、遠藤綾、中村雄一、斉藤桃子、入野美優、鈴村圭一、上田洋次、神谷博士、以上継承略。ゲストコメントと一緒に番組を振り返ろう。価格は税込み2500円。パンフレットはライブビューイング会場でも購入可能となってますよ。ライブビューイングの方、イエイ。さあ続いてこちらです。 J-WAVE クリアファイルセット、イエイエイ。イヤミのオムランストークをイメージしました A4 サイズのクリアファイル2枚セットです。価格は税込み800円。こちらはイベント先行商品となっております。さあ最後にこちらです。 J-WAVE ステッカーセット、イヤミのおしゃれなオフランス節をイメージしたロゴとシェイウェーブおそ松ステーション番組ロゴ、イヤミのシェイポーズの特製ステッカー3枚セットです。価格は税込み700円。こちらもイベント先行商品となっております。ステッカーのクリアファイルは会場グッズ販売コーナーにて終演後まで購入できます。以上、アンフィシアターより鈴村がお伝えしました。鈴村さん、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。以上、お知らせをご紹介するコーナー、おしますさんでした。それではここで一曲お聴きください。テレビアニメおそ松さん第2クールエンディングテーマ、ボイスバイトドコフィーチャリング、おそ松、から松、ちょろ松、市松、十四松、とど松で、シックスシェイムフェイサーズ、今夜も最高、市松バージョン、タイプ M。 そう、市松、別に何松でもいいけど疲れんのよ。負担がでかすぎる。でかいです。これやった後、腹筋死にかけるの、もうここでグッてやらんと、死ぬんですけど、毎週これあるんですよ。あ、毎回向こう上面とか行ってる。そうなんです、なんですけど、たまに、サボれるかなと思ってたらできなくて、一回だけサボれたからなんですけど、上田洋次さんが来た時、上田洋次さんに全部話した。さすが七色やっちゃうしね、すごいんですよ。運が悪いね、この道を通るなんて。おみくじで言うと大凶。まあ今が一番最悪と思えばいい。ご愁傷様。あ、そうだ、猫缶あげる。誰が誰でも同じなのよ。くれるって言うなら何でももらうわ。全部何でもかんでもあげちゃう。そうじゃないのよ、しろもないのよ。さして感じてどっか行けてんだろ。シックスシェイク、恥ずかしいんです。それ以上よってこない。ねえ、キャットフード食ってみる。ノーノー、ほんとふたきょん。誰か私にもイケメンだから、夢を見せてよ。おかまさん。こちらはおさまさん出演声優への質問やリクエストを受け付けお答えするコーナー、略したおこまつさんです。まずはルールの説明をお願いします。ここでおさまつ、ここにおさまつ、からまつ、ちょろまつ、いちまつ、じゅうしまつ、とどまつを変えた6枚のカードがあります、うん。伏せられた面には1から6の番号を振られていますよ。さらにですね、リスナーさんから届いた1から6の質問があります。カードを引いた番号と同じ番号の質問に強制的に答えなければいけません。今日はカードではなく、画面に出ておりますのでね、これを選んでいただきます、はい。この質問というのを今から読ませていただきます。1番、ペンネームゆうちまつさんからの質問。最近福山潤さんが梅干しと同じくらい好きすぎてたまりません。どうすれば治りますか。2番、ペンネームランさん。自分の持っている服の中で一番買ったことを後悔している服は何ですか。3番、ペンネームフランシューパンさん。縄文時代から安土桃山時代までで一番住みやすかったのはいつですか。
4番ペンネームアイラブカロリーさん、土星に行った時の感想をお聞かせください。美味しいものは何でしたか？やっぱりドーナツでしたか？5番ペンネームアンズ太郎さん、道を歩いていたらいきなり知らないおじさんに回復魔法は使えますか？と聞かれました。私はどう答えたらよかったんでしょうか。6番ペンネーム何と言っても秋田が好きさん、耳たぶって何であるんですか？ということでね、この6つの質問に福山潤さんが軽快に答えてくれるはずです、はい。引いたカードは絶対に答えなければなりません。さあ行きましょう。では何松にいたしましょう。そうですね、はい、やっぱり私一松でございますから、はい、から松で。わかりました。ではから松にしましょう。から松は何番でしょうか。こちら4番、ペンネームアイラブカロリーさん、土星に行った時の感想をお聞かせください。美味しいものは何でしたか？やっぱりドーナツでしたか？ということでね、完全にね道も塞いでるということでね、ドーナツで落とさせてくれないという非常にド S なメールですけどね、さあまあ当然ね、土星には福山さん何回も行ってらっしゃるということで。そうですね、僕クラスになるとまあ、お呼びが月に1回はありますからね。そうですよね、やっぱちょっと遠いですけどね、それでもやっぱり行く価値はありますか、土星は。やっぱりね、土星は行ってみないとあの感覚ってね味わえないので。そうですか。僕まだ行ったことないんですけど、どのあたりがおすすめですか。いや、やっぱりですね、あの、オリンポス山、はい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 、あそこら辺ですかね。あの山ですか。とにかく富士山の本当、あのあなんか富士山がですね、もう本当雑魚に思えるぐらい。ああ富士山は雑魚。じゃもう日本も雑魚ってことになりますね。いやもう日本も雑魚中の雑魚ですよね。あそうですか、それぐらいのスケールですから。その山にはなぜ登られるんですか。やっぱりそこにまあ山があるから、ね。なるほどね。そうです、ちなみにその山に登った時にね、僕なんかも登山なんか行ったら、上でねあったかいコーヒー飲んだりね、なんかそういうこう山頂で食べるものとか美味しいものとかあるじゃないですか、ちなみに土星風にそういうものってあるんですか。いややっぱりねあそこら辺はですね圧力がすごいので、思っている以上にね豆腐が硬くなるんですよ。なるほど、押し豆腐ですね。そうですよ、密度が濃くなりますからね、はいはい、豆腐がね本当ね原骨なんかこう原骨せんべいみたいな形になりますから。釘が打てるぐらいですね。釘も打てるし歯もかけますよ。なるほどねということでした。さあ次の松を選びましょう。はい、じゃあ次はですねチョロ松ですかね。チョロ松ですね、チョロ松でございます、はい。さあチョロ松は何番でしょうか。2番です。ペンネームランさんから、自分の持っている服の中で一番買ったことを後悔している服は何ですかということで、まあ、福山さんはね、服がもう8万着あるということですか。そうですね、最近あのもしかするとそろそろ9万に届くかなというところですね。だいぶ8万と9万のところ間広いですけど、まあ携帯がまあ1個乗っちゃえばね、あんまり変わんないということですね。そうですか、まあ、そんだけある服の中で一番、もういらなかったなっていうのはあるんですか。いやもうもちろんありますね。どんな服ですか。あの胴体から顔を出すような仕様になっている T シャツですね。なるほど、まあ、あのウルトラマンのジャミラみたいな状態ですね。そうです、あの筋肉マンでいうとサザンクロスです。なるほど、サザンクロスですか、あれですね、あのティーチャーですよね。そういうことですね、ああそうですか、いいですね、筋肉マンの話持ってきちゃいますここで、まあ、着衣のことをまあ英語で言うとクロスとも言いますからね。なるほど、セイントセイヤですね。わかります。この話、はクロスみたいに吹きましょうか。あそうですね、あのベストキットの修行ですね、これは全く刺さらないですね。次行きましょう、はい、何松にいたしましょうか。そうですね、じゃあトッティ行きましょう。トッティですね、トド松でございます。さあトッティは何番でしょう、3番です、はい。ペンネームフランシューパンさんですね、腐ってるんでしょうね。縄文時代から安土桃山時代までで一番住みやすかったのはいつですか。いやもう本当に ね思い起こすわけですよ、やっぱり自分の一番帰るべき心のふるさとっていつの時代なのかなと思った時に、やはりあの安土桃山やっぱりね、まだキラキラしてるんですよね。あの時代やっぱキラキラしてますか。だって信長ちゃんがあのちょうどなんかこう流星極めてた時代でしょ。お友達ですもんね、だけどちょっとそのテンションについていけなかったんですよ僕は。あやっぱりちょっとエキセントリックの面もあったんですか。その前の足利とかもやっぱりまあなんだかんだ言ってまあなんか豪勢でしたでしょ、あ確かにね、まあ金色な感じでしたもんね、やっぱり日本人は質素がいいわけですから、やっぱり僕はですね、アスカですかね。アスカですか、名前もいいですよね。そうですね、アスカ、アスカちゃんっていうとなんかすごくいい感じのこと、あいるのアスカちゃん。アスカちゃんいる、ね、楽しかったよね貝塚。あそうですか、貝塚ね、いい思い出なんですね、次の松行きましょうか、次の松は何松にいたしましょう。じゃあですね、やっぱここおそ松かな。おそ松行きましょう。おそ松は何番でしょうか。
6番です、はい、ペンネームなんといっても秋田が好きさん、うん、耳たぶって何であるんですか。いやこれはね、やっぱこれね結構トップシークレットなことなんですけれども、もうね耳たぶ研究してね、さかなクンじゃなくて耳たぶくんって言われてるぐらいですからね、本当にね、声のトーンが高くなるんですが、ふくよかになっていくで、同じも耳たぶくんですけれども、よくピアスを学生時代にね安全ピンで開けようとしたらね耳の神経が通ってるかね、はい、よく言いますね、神経がどうのとか言ってますけど、はいはい、あれ嘘ですからね。嘘ですね、年、ここに白い糸が出てきたなんていうのね、ありましたけどね。そうです、スルスルスルって反対から引っ張ったなんていう人もいますけど、でも僕はグラップラーバキって漫画でここに視神経があって、ひも切り空手を使う、そうです、ね、しのぎ交渉ってのが、お兄さん医者ですから、そうなんですよね、あいつがあった時に あので都市伝説本当なのかなと思いましたけどね、あれも嘘らしいんですよね。そうですね、そうですか、はい、で耳たぶって何であるんですか。耳たぶはねこれね人間誰しもがですね血液というものがあると思うんですけども、はいはいはい、動物はみんな血液で動いていますでしょ。そうですね、あれがですね、なんで急に小森のおばちゃまみたいになったんですか。人間っていうのはどうしてもその他の野生動物に比べて、やっぱり心肺機能だったり活動時間とか短いんですよね、全力で走ったりするのが、はい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 、それなぜかなと思ったんですけど、あれってやっぱりね耳のせいじゃないかなって。あ、そうですか、なぜですかそれは。やっぱりですねウサギなんかぴょんぴょん跳ねるでしょ。あ、確かにね、ちっちゃい体で、あれね耳なんであんなに長いのかなと思ったら、あれ血液の沸騰を抑えるためなんですよ。あ、そうですか、耳の中で毛細血管がパーって言ってる間に運動によって暖かくなった血液を風でこれでね空気で、ね、冷やしてるんです。それによって耳たぶもね、同じように、血液をこう通して冷め切ったもの、逆に体が冷えるとね、はい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 、マクロビ的にも良くないから、マクロビ的にも、ね、良くないから、急にマクロビの話です、ね、今言ったら意識の高い系な30代 OL のために耳たぶでさらに温めるという役割なのではないかなということを学会にこの間提出したんです。そしたらどうなりました。戻ってきました。あ、なるほど、じゃあ今話した長いくだりは全部嘘ってことですね。ただね血液を 耳でね冷やすってのは本当です。あ、そうですか、はい、もう何が本当か分からなくなってまいりましたけどね、はい、さあということで福山さん、さすが博学ということでたくさんの質問にお答えいただきまして誠にありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、以上質問やリクエストを受け付けお答えするコーナー大小松さんでした。いろんな投稿をお待ちしております。おそ松ステーションシェイ。さてそろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのメール募集しています。メインコーナーはアニメの感想、普通のお便りを紹介するおたまさん、質問を受け付けてお答えするおこまさんです。詳しくは番組ホームページのコーナー紹介と投稿フォームをご参照ください。シェアウェブおそ松ステーションはアニメおそ松さん公式サイト、またアニメート TV で月に2回経つで月曜日に更新、 YouTube 公式チャンネルではバックナンバーが全てご視聴いただけます。次回の配信日は4月4日月曜日、ゲストにはちびた役の黒龍幸さん、それから旗坊役の斉藤桃子さんがいらっしゃいます。お楽しみに。さて、今回は市松さんと声優の福山潤さんにゲストにお越しいただきましたが、福山さんいかがだったでしょうか。いやこの番組は国民的番組になりますね、これね。そうですね、いや僕も噂には聞いていたんですけれど、いやまさかこんなにハイセンスな番組だとは思いませんでしたね。いや本当アカデミックだね、本当にね、本当こんな感じのもうこの人気はパンデミックしていくといいなって、今は気づかないかもしれませんが韻を踏みました。上手ですね、さすがです、最後にはそのタッチに戻ってきたんですね福山さん、やっぱりさ頭と最後は揃えたいなっていう思いですね。なるほど、そういう思いで、いやでもこれで本当に全松がこの番組に出てくれたってことで記念すべき日ですし、今日はまあ公開収録ですからね、たくさんの人の前でねこうやってラジオできたってことも本当に素敵なことだと思います、アンフィシアターにお集まりの方どうもありがとうございます。ありがとうございました。若干前ね結構な割合でね狐にねつままれたような感じになってるのが、そうですね、本当にこいつら登録しねえんだ、登録しかしねえんだなって顔してますけど、本当に登録しかしません。そうです登録なんですから。そうなんですね、さあということでね福山さんまたねお時間あるときに遊びに来てください。ぜひよろしくお願いします。はい、では第11回はここまでです。お相手は岩見役鈴村圭一と市松役の福山潤でした。次回のシェーウェーブおそばステーションにご期待ください。シェーシェーウェーおそ松ステーション、この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りしました。ザー